こんにちは。ついに動く。宮霊長が計画する英宮結武士の X デーが明らかに、愛霊様が天皇になるための方法とは、今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。まず一つ目は、秋篠宮様の意向によって出版された本に関する話題をお届けします。ここからは引用を含みます。 さて、世間では秋篠宮のインタビュー本が話題となっていますが、神道学者で皇室研究家の高森明則さんは、次のように読んだ感想を述べています。著者は江森さんという方ですが、正直期待外れと言わざるを得ない出来栄えでした。よ。主な不満は2点ありますが、まず1点は、せっかく特権的に数多くの取材の機会を与えられながら、お尋ねすべき重要な事項について、 真正面からご真意に迫る姿勢がいささか弱いこと。二点目としては、取材や執筆に際して、あらかじめ十分に詰めしておくべき関連知識の整理が手薄に感じられることです。そもそも、このような書物が刊行される背景には、秋篠宮殿下は即位されるおつもりがない、との見通しを、改めて裏付ける必要があるでしょう。なぜなら、他の一般皇族と違って、 次の天皇になられるべき方であれば、より一層最新の注意を払うべきだからです。また、これは秋篠宮様も同様で、個人的な人間関係はともあれ、特定のジャーナリストの取材だけを特権的に受け付けたり、ましてその取材内容が今回のような形で交換するのは、やはり控えた方が良かったと思います。言い換えれば。 日本国の象徴、日本国民統合の象徴とされる天皇の地位を利用しかねない状況になってしまうからです。にもかかわらず同書では秋篠宮様が次期天皇になるかどうかについても、江森氏は天皇陛下よりわずかに5歳お若いだけの秋篠宮殿下がご高齢でのからです。にもかかわらず同書では秋篠宮様が次期天皇になるかどうかについても、江森氏は 天皇陛下よりわずかに5歳をお若いだけの秋篠宮殿下が、ご高齢でのご本意について、江森氏がストレートにお尋ねした様子が見えてきませんし、報道されてもいません。実際のところ、秋篠宮殿下が皇太子という次の天皇になることが確定している地位を示す称号を辞退され、その時点で皇位継承順位が第一位であることを示す一般的故障に過ぎない、皇子を名乗ることになりましたが、 この事実がいわゆる秋篠宮様が天皇になる気はないとする根拠なわけです。著者の江森氏は、この点について改めて秋篠宮様に言及すべきでしたが、どういうわけか秋篠宮様もかばうような書きぶりばかりが目立つのです。つまり、どの内容にしても全体的に違和感を感じてしまう内容であり、秋篠宮様ご自身が、自分は悪くないんだよ、と、自己弁護をするために出版したのではないかと、 勘んぐってしまうのです。以上が一つ目の記事の内容です。何と言いますか。秋篠宮家がパッシングを浴びている。タイミングでこの本を出したことといい、この記事にある通り秋篠宮様は自己弁護をするために出版したのだと思いますよね。結局のところ、著者である江森氏も、秋篠宮様は悪くないんだよ、ということを言いたかったのでしょうが。これでは逆効果だと思います。 平成の時代は秋篠宮家お得意のメディア戦術で世論を、秋篠宮様は悪くないんだよ、ということを言いたかったのでしょうが、これでは逆効果だと思います。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。日本だけでなく、海外までも秋篠宮家の集体が知れ渡っております。宮内庁もわかっていて動けなかった部分もあったのでしょうが、 エムさんの応募に、屈することなく、天皇ご一家、そして日立の宮家、三笠の宮家、高窓の宮家のため、国民の信頼回復にどうかご尽力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。日本の象徴、天皇陛下ご一家をお守りくださいますよう、重ね重ねお願い致します。宮内庁長官さんやハリ正義が必ず勝つんですよ、重冠担府国民はそれを言い続けたんです。 日本の国民が悪事は許せない民族なんですよ。宮内庁さんこれから挽回ですよ。宮内庁でも、暫定行為継承1位2位を要しながらあの三宅に対して、本の出版が原因の一つとして失望や絶望している職員が多いのかもね。皇族の立場を根本的に理解できない三宅あのような恥ずべき出版したことにますます宮様の浅はかな考えには国民からはますます苦い感じた出版失敗でしたね。 作者もこのような内容にはかえって作者に打ち下げましたね。失笑内容でした。ご拝読ありがとうございました。皇室スケジュールが発表されていましたね。相変わらず、秋篠宮ご夫妻は離任するコロンビア大使と面会ということでよくわからない公務もありますが、オンラインで出席する公務だとかあるし、地方公務とかとオンラインの線引きが不明ですね。 さらにまた外務省からもお話があるということで、真子さんのことでしょうね。加古様は重要無形文化財の薪江保持者から説明ということで、これが日本工芸会の総裁を引き継いだから仕事をしているつもりなんでしょうね。ちなみに三笠宮家の秋子様は、アートオリンピアの開会式と最終審査という公務もあるし、やはり秋子様が総裁を引き継げばよかったような気もしますけどね。 公務も頑張っているアピールをしたいのかもしれませんが、秋篠宮家に関しては、久仁様もそうだし、小室家とマコさんの税金疑惑を解消しないと炎上は時間が経っても終まらないでしょうね。毎年8億円の警備費用とかその他にも税金が使われていると言われているわけですからね。しかもその超本人の小室夫妻は何も危機感を感じていないようですからね。 テーミスでも一時期ウィスコンシン州の大学に入り直しという話も出ていましたがニューヨークでの生活がいいのかお膳立てしたのに小室夫妻が嫌がったようですからね。まあ、マコさんは田舎に行くのが嫌だし小室圭はまた勉強するのが嫌ということですね。コロナの時はリモート授業で良かったかもしれませんが今は普通に授業を受けないといけないのでしょうね。 結局アメリカでの生活はあまりパパラッチされることはないですが大学時代の友達とバーで飲んだりラーメン屋に行ったり今も勉強している気配はないようですね。まあ当然勉強しても受かるわけがないから次の仕事を用意しろということなのでしょうね。ビザの問題に関してはそもそも抽選で30%でしかもロークラークだと厳格な審査が行われてホーム助手では審査に通ることはまず無理なようです。 まあそこでビザが無理だから小室圭はベンチャー企業の社長の椅子を用意しろと言っていたわけですがさすがにそれはこれまでの実績とかも必要になってくるからペーパーカンパニーの社長でビザなんて取れないわけですね。まあ国連職員とか投資ビザとかも言われていますが一番ビザで取得の可能性があるのがやはり学生ビザなんですよね。だからもしかしたらウィスコンシン州も諦めていないような気がしますね。 もしもの時のためにウィスコンシン州の大学にも席を用意しているのではないでしょうか。それでリモート授業とかで話をつけている可能性もありますね。さすがに弁護士を諦めるとなったら何のために留学していたのとなるし強引に弁護士にさせるにはウィスコンシン州の大学にリモートでも降下せるのではないでしょうか。秋篠宮家のこれまでの動きを見ていると批判をされても強行するというのがこれまでの動きでしたからね。 ただそれはマコさんや秋篠宮様がやりたいことをということだからウィスコンシン州の大学には行きたくないだろうけどもリモートなら引き受ける可能性もありますね。まあどこ可能性にしてもかなり無茶な計画ですね。ちなみに筑波大附属高校にはノ子様の意を受けた宮内庁関係者が送り込まれたりして根回しをしていたようです。 ちなみに過去様のことに関しても書かれていて普段はローア連盟も非常勤で週2から3日のリモート勤務で公務もほとんどなく毎日部屋にこもって音楽をチョークかどうかを見ているようです。もしかするとエゴサーチとかもしているのかもしれませんね。それで公務をするたびにコメント欄は批判だらけで仕事をしても批判されるならずっと音楽や動画でも見ようって感覚なのかもしれませんね。 相変わらずマコさんお騒動からはのりこ様とも仲が悪いようでのりこ様はその払いせに職員に当たっているようです。そして皇室関係者の話も書かれていました。皇室関係者の間では秋篠宮家を拝着にしろとの議論も盛んに持ち上がるようになっているようです。やはり他の皇族からも愛想をつかされていて久人様を未来の天皇へとかそういうところの問題ではなくなってきているようです。 秋篠宮様も天皇陛下とは五歳違いで年齢や体調を理由に即位を辞退する可能性が高いということで次は悠人様という記事がよく出ますがその場合は上皇が秋篠宮様になるわけですよね。さらに上皇后はの子様になるわけですよね。これまで宮内庁とかに無茶苦茶な難癖ばかりつけてきたわけでそんな奴を上司に持ちたくないわけですね。 しかも久人様が天皇になれば小室圭が義理の兄になりますよね。そうなるとまた小室夫妻が調子に乗ってくることが目に見えているわけです。それで歴史研究のレポートとしてこのテーマで出されたようです。小学校4年生でそんなテーマでレポートなんてなかなか書けませんが愛子様は4ページほどにわたってレポートを出されたようです。 ちなみに藤原の道長氏は四人の娘を天皇と結婚させて権力を手中に収めていったことが分かったのですがレポートの最後には道長の人生は本当に後世だったのだろうかと締めめくくっているようです。まあ確かに幸せだったかどうかは本人しか笑かないですからね。そういったレポートを小学校四年生で書くってなんかすごいですね。天皇と結婚だから自分にも何か関係があってすごいですね。 ちなみに大学でスペイン語を第二言語として選択されたことについては愛子さまも6歳ぐらいの頃から天皇陛下が外務省の主任講師を務めていたスペイン出身のカルロス氏からスペイン語を学んでいて愛子さまも半年間少し習っていた時期があるようですまあスペイン語と英語ができたらどこに行っても通用しますね 一方の悠仁さまは盗作作文でも強引に定型後進学制度で筑波大附属高校へ進学させたり強引に東京大学に行かせようとしていますからねどう考えても次の天皇陛下は愛子さましかないのではないでしょうか悠仁さまになれば上皇ご夫妻が秋篠宮さまと紀子さまになってもっと好き勝手になって手がつけられなくなりますからねしかも小室圭が天皇陛下の義理の兄でまた好き放題になるでしょうね 天皇陛下の近い親族が逮捕なんてなったらもう皇室は終わってしまいますよね。それに小室佳代さんはすでに刑事告発されていますからね。ちなみに旧皇族でも伏見博明氏は PM ジャパンというマルチ商法の広告と男いだ報じられたばかりですよね。いろいろと証拠写真もあるし過去には伏見氏を囲む会とかで山口組系の暴力団の組長に表彰している写真も撮られていますからね。 旧宮家の復帰もいろいろと問題が多そうですね。やはり後位継承は直系調子優先で愛子様でないと国民の敬愛は取り戻せないのではないでしょうか。まずとどめを刺すために小室佳代さんの逮捕を早くしてもらいたいですね。そして悪いことに関与した人たちをみんな裁いてもらいたいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか今回のテーマは 道子様、失神、のり子の恩知らず、まさ子様にすり寄る裏切りに眉を潜める。皇室の転換期。令和の時代となった現在、皇室は大きな転換期を迎えている。いよいよ11月8日に立王氏の礼が取り行われるが、これをもって身を代わりに伴う告示行為は全て終わることになる。正真正銘の令和になったということだ。 これを機に最も重要な論点となるのは、違安定的な後意継承を目的とした政府と国会での議論である。現在の皇室天半では男系の男子のみに後意継承権が認められているが、世論調査では女性天皇を容認する意見が約8割に上る。今年4月25日に発表された共同通信の記事によれば、女性天皇に賛同する立場は計85%という高い数字だ。 さらに週刊誌などでは踏み込んで、愛子天皇待望論まで出てきている。一方で、菅義偉首相は11月4日の衆院予算委員会で、断刑継承が古来例外なく維持されてきた重みを踏まえながら慎重かつ丁寧に行う必要があると答弁しており、世論の大勢と対立することは確実と見られている。現在の行為継承を変更しないという政府の基本方針がスクープされた直後には、これで、 愛子天皇誕生の可能性は事実上なくなったと論ずる専門家が多数現れた。しかし、このような政府の方針がスクープされた後においても、愛子様を次の世代の天皇にという国民からの期待の声が静まることはなく、与党内でも政府の結論ありきの方針に疑問の声が上がっている。女性天皇は認められるのか女性天皇に賛成する声は増すばかりだ。 もちろん女性天皇の容認が即愛子様の即位を意味するわけではないがこの両者は密接に関係しているこれは政府にとっても予想外であったとある自民党関係者は次のように語る当初政府は早々に後位継承順位を維持する方針を打ち出し粛々と議論を進めることで女性天皇賛成派の意見を抑え込むつもりでいたようですそのため女性天皇に賛成する声が これほどにまで強くなるとは政府にとっても誤算でした。これまで政府は総論となっている法案でも数に任せて押し切ってしまうことが多くありました。ですが、今回の皇室転半の議論に関して、さすがに8割の民意に依頼ず政府案を押し通すことに関して、さすがに与党内部でも、このままでは支持率が落ちるのではないか、との声が聞かれます。自民党関係者。 ここまで明確に女性天皇賛成という国民の意思が示されている状況において政府も慎重な姿勢を取らざるを得ないようだ。歩み寄るのり子様。このように非常に大きな転換点を迎えつつある皇室。その変化の波は皇族型の人間関係にも影響を与えているようである。ある皇室関係者は次のように語る。実は現在、 子様と雅子さまの関係に変化があるようなのです。これまでもマスコミなどで何かと比較されることの多かったお二人ですが特に悠仁さまを天皇にという強い思いをお持ちの紀子さまは雅子さまに対し強い対抗意識をお持ちのようでした。ですが立候補の礼の日程が11月8日に決まると紀子さまは雅子さまにすり寄られるようになりどうやら友情を深めようとされているようなのです。 この猫の目のような表現ぶりには大変驚かされました、皇室関係者。このような変化には、秋からの皇位継承をめぐる議論が関係しているようだ。これまでは、皇位継承問題に関して、悠仁さまと愛子さまの間で実質的な対立的関係にありました。の子様が雅子様と愛子さまに強い対抗意識を持っていたことも、これと無関係ではないでしょう。 ですが、雅子さまと愛子さまは、のり子さまにも久人さまにも対抗意識を抱かれていません。おそらくのり子さまはこれを知り、むやみに雅子さまと愛子さまに対抗意識を持ち続けることは得策ではないとお考えになったのだと思います。11月2日に取り行われた、立皇補の礼、リハーサルでは、秋篠宮ご夫妻のみならず、天皇皇后両陛下も参加されました。 これまでは無視されることも多かったのですが、今回はのりこがうやうやしくまさこにご挨拶も押し上げたり、懇意に話しかけている光景が目につくようになりました。歓断される際も、まさこより高いところから話しかけない要塞心の注意を払っています。ファッションもみちこ様からまさこに寄せてきていますね、同関係者、みちこ様流からまさこ流へ。このような微妙な空気の変化は、 昨年から徐々に始まっていたとする見方もある。女性セブン2019年8月8日号には、のりこ様ま、みちこ流からまさこ様流へ変化などという特集記事が組まれていた。徐々にファッションだけではなく、人間関係の距離も近づけてきている、孔子職、と語る関係者は多い。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 そういえば最近は正田道子の微熱ネタがないな。腐った皇室は日本に必要ないでしょう。まともな皇族は一人もいないびっくりマーク国民の血税吸い取るのみ。一日も早く皇室と天皇制度の廃止を姉願う十冠担風。天皇家の太鼓を心なくして、畜譜進学はありえない。雅子様もキー子が話しかけてくるから軽く相手しているだけじゃないの面白い記事ですね。 キコさんと道子さんを貶めて読者の関心を煽ろうなんて。ま、この程度の記者、情報量だということです。記事の先度から言えば大昔の話。2から3年の月日を経てキ子コが政子様流に方向転換したかといえば、見て故郷の熱心な信者に変わりはなく、やることなすことオンリーズルなのが世間に知れ渡っているありさま。2から3年後、果たしてあの一家がどうなっているのか。 加速度的に落ちている気がしてならない。本当にどうなっているのでしょう。なる人さんに詰め込み教育して。吉と出るか京と出るか。助産拡散を従えた、菊の五門の印籠をお持ちのなる人さんは、裏口入学した地区府で大活躍中ですよびっくりマーク地区府の秩序を乱し、その上、カンニング女子行為室盗撮等。あと何をしでかすか理解不能ですが、見守りましょうびっくりマーク。